えー、こんにちは、のです。ちょっと小銭に稼ぎっていうねあの言葉で思い出したことがあったんでねあの皆さんにもヒントになると思いますのでお話ししていこうと思うんですけどもあの小銭に稼ぎしてんじゃねえよみたいな言葉ってねどっかで聞いたことあるんですよそれはねあの橋本徹ですか元あの大阪の府知事であったり市長だったりした方がですね 小銭,小銭稼ぎのコメンテーターみたいなことは言ってて結構ね痛快だったなってい思い出があるんですけども私はねやっぱり小物なんで小銭稼ぎってすごくね侮れないなと思ってるんですよ、まあ、というのがこういう私もねあの平和公園広島の平和公園で2年間ホームレスをしてましてその時でもねやっぱりね1円とか5円って大事に持ってたんですよね全財産がだから60円とかっていう時期もあって で60円とかってどこでも使えないじゃないですかそんなもんでもそれをね最後の頼りにしたんですよ多分その60円がなかったら本当に希望を失ってたと思うんですけどもいざとなったらこの60円でみたいな感じでね、えー、持ってたんですよねで空き缶をそのアルミ缶とかをある業者さんに持っていくと1個1円で引き取ってくれたりとか段ボールもそのキロね10円とかで取ってくれたりするんですよ でそういうものを、こう、本当集めて、1日の日当300円とか500円みたいなのを、他のホームレスの先輩とね、一緒に教わりながらやっていったりとかして、あ、今日は500円だとかね、今日は1000円だみたいなところから私来てますんでね、ここまで。だからね、小銭稼ぎすごく大事だなと思うのと、あと一つね、小銭、小銭稼ぎしてんじゃねえよっていうことでしたら、やっぱ大銭稼いでもいきたいなと思うんですよ。まあ、例えばね、1億とか2億みたいな金額です。まあ、そうなると、もう完全にね、この、あの、なんですかね、 ある一つのテーマでやっていくってことができなくなっちゃうんで、もう本当に大勢に稼ぎだったらいいんだってことになると、もうそれこそね、世のための、人のためとか、誰かのためとかってなかなかできなくなってきて、これはこれでちょっとね、寂しい方向に行くのかなと思うんで、やっぱりね、小銭稼ぎだなと思いましたね。どんな時でも。もう逆に言うとその、一円を笑う者は一円に泣くっていう昔の言葉があったと思うんですけども、小銭稼ぎを侮ってるから、 大にすらつかめななないいっっていう人生になるのかなと思ったりね結構ねあのこれ小銭稼ぎっていうコメントがねちょっと入ったところがあってものすごくね私的にはもうう学びっていうか初心に帰らされたところがあってやっぱり私はそのビジネスをしている人間なんでね、うん、だから国からもらえるお金とかを当てにしましょうみたいな発信になってしまってたのかなというふうにねなんか反省するところとあとはねあのご指摘いただいて。 気づかされてね、目が覚めたような気がして、ちょっとあの、ありがとうございましたみたいな感じになってきましたね。うん、だから、これから先は、あの、うん、まあ、給付金とかね、な、うんだからその情報っていうのは私じゃなくても集めれるんで、 検索すするだけですから多分ね誰でもできると思いますしもうすでに今までの60本以上の私の動画の中でねどういうことをすればいいのかってことはもうお分かりいただけたと思うんで、えー、私のねあの発信力っていうのは大したことではないですけどももしそれを当てにして下さった方がいるとしたらそこはちょっとね、えー、ここで離脱を私はするかもしれませんけども。 だったら今度は自分がやろうみたいなね今度は自分のエネルギーに変えていただいてもいいのかなと思うんですよ、まあ、その上でもねなんかこのうーんそうですね、まあ、正確には明日にならないとねこのなんかこう、まあ、そんなこと言うんだったらいいかみたいな、ね、気持ちがねどういう風に修正されるのか分かりませんけども今のところはねあの本気でそう思う人がやればいいんじゃないですかみたいなところなんですよねうんで私は私なりに本気で思ってたんでいろいろやる中で でも別の要求もあるんでね。うん。こちらの、例えば、億万長者合宿ってシリーズは、もうね、1年以上前からやっていた毎日シリーズで、もう3000話ぐらいやってるんですよ。だからこれを後回しにしろって言われると、私のね、YouTube のアカウントの放送の自由ってのがありますんで、あの、まあ、ちょっと悩ましいですね。億万長者合宿は億万長者合宿で、大銭を稼ぎたい人が集まっているところなんで、その人たちも無限にできないところがあるんですよね。で、 低額給付金みたいなところで助けられる方もいるんで、そのためにね、自分の活動が何かの役に立てばなと思ったんですけども、まあ、応援はありがたいんですけども、批判とかはあまりありがたくないんだっていうところがあってね。うーん。まあまあ、だから、何が言いたいのかわかんなくなりましたけども、小銭はやっぱ大事だなってことですね。小銭はやっぱり稼ぎますよ、私は。小銭はね。小銭を稼いで、だんだん積み上げて大きくしていくっていうことしか、ちょっと見つからないんでね。うん やっぱりね500円1000円ってものを大切に狙っていこうかなと思いますねやっぱ初心に帰ったかなこれは本当にあのやっぱ侮っちゃいけないなと思いましただから小銭稼ぎしてんじゃねえよって言葉にはねちょっと真っ向を歯向かうことになりますけども私はやっぱり小銭を大事にする人間なんですよ5円とか10円とかね1000円とかもね申し訳ないですけどもその小銭稼ぎを侮ってしまうと、うん、大銭までたどり着かないと思うんで どんなね、1億も2億も10億も、1円とか10円の積み重ねで私はできてると思うんでね。うん、やっぱそっちの方に今、なんかやる気が出てきたかなってところですね。小銭稼ぎにやる気が出てきちゃったかなというところですね。ちょっと、うん、新しい気持ちでやっていこうかなと。なんかその意欲が別のとこ行っちゃいましたね、もう完全にね。<laughs> うん、まあある方にとってはすごく残念に思われるところがあると思いますけども。ん、でもね、あの、私一人がいて、 ううううまくいいっったりいかなかったりりかかななななすすするるももんんんでででと思よ、うん、私一人の力どこやっぱり協力する国民の姿勢がどう映るかですから,、うん、だからそういうとこじゃないですかね、うん、逆に言うと私がいなくなってねだめになるようだったらこれはねもうだめなんですよ、うん、私がいたからうまくいくようでもうこれだめなんですよそういうふうにね誰か望みにしてる限りは永遠にこの現政権っていうのは結局は菅総理がやってくれればなとか 麻生総理が余計なななこと言わなければなって全部他人だからやっぱり自分でできる限りのことをやっていくっていうことを今回はなんかね、えー、とこのふ月き弱で私,限私のできる限りはお伝えできたのかなと思いますんでそこでもしねちょっと奮い立つ方がいればいなければもうしょうがないんですけども奮い立つ方がいれば、うんまあ、できることをやっていくのはいいんじゃないかなと思いますね、うんまあ、そんなとこですかね。 ええ、あどなたにも恨みはありませんしね、何の意向もありません、私はね。ただ、熱が冷めたんで、去っていくだけでございます。ええ、それではさようなら